ここ、どこ？なんじゃこりゃー！これ、なんだよ！取れねえ！なに？なんなの？なんなの？びっくりした！びっくりしたー！みな、ワンコみたい。私たちみんな首輪と鎖がつけられてる。何の冗談だよこれ。カメラどこだよ。これあれだろ、ドッキリだろ。さすがにやりすぎだぞ。出てこいよディレクター。なんか冗談じゃないっぽい。みんな落ち着いて、周りを調べてみよう。じゃあ何か、これはマジってわけ？本当の本当に、私たちホラー映画とかによくある感じでサイコパスに監禁されちゃったわけ？そのうちゲームを始めようとか言って黒幕のビデオが流れ始める。いかにもそんな感じ。これ本当に冗談じゃなくて、本当の本当に文字。どこなんだよここ。工場？私も思った。匂いとか雰囲気。私たちの鎖とつながってるね。この椅子、手かせや足かせもついてる。きっと座ったらガチャーンってなるやつ。こんな悪趣味な椅子、漫画の中でしか見たことないよ。ねえねえ、これきっと扉だよね。取っ手がないね。
無理しないで。どうせ無理。この子の檻、出入り口がない。本当だ。じゃあどうやって入れたわけ？この子を入れてから溶接した。ねえねえ、僕大丈夫？怪我とかしてない？ここに。聞こえていない？様子がおかしいよ、この子。なんか怖いよ。その手の映画だと、この子のポジションが実はラスボスなんだよね。やだよ、そんなこと言わないでよ。みんな怖いよ。やっとカリンが軽口を言えるようになった。落ち着こう、みんな。ここはどこ？というか、私たちいつの間にこんなところに。私、みんなで下校したところまでしか記憶にない。え、下校？みんなお昼休みのあたりで思い出せなくなるよ。火曜日のホームルームまでは確かに覚えてる。参ったね。私たちいつ誰にさらわれたかさえ覚えてないよ。みんなで知恵を出し合って考えよう。とにかくここから出る方法を考えなくちゃ。その方法は教えよ。で、典型的な悪役ボイスだね。静かに。4人の少女たちよ、私から君たちには二通りの運命の準備がある。一つ、その部屋にいる全員が死ぬ運命。もう一つは、三人の少女だけが助かる運命。三人？ちょっと待ってください。この檻の中の子供は助からないんですか？これは君たち4人の少女の運命を試す試練だ。君たちがどのような運命を選ぼうとも、その少年の運命には何の影響も及ばない。時間が来れば
屋の全員が死ぬだけだ。いいねタイムリミットありのデスゲームってことでしょ。あるある、いかにもありがち。企画がチープだよね。スポンサーに抗議してやるんだから。少年、着衣のポケットを探るがいい。4枚のカードが見つかるはずだ。見つかったか。ではその4枚のカードを1枚ずつ少女たちに配るがいい。変なカード、タロットカードみたい。違う、タロットカードにこんなのはない。君たちに配ったカードには3つの種類がある。その内訳を説明しよう。2枚は断罪者、1枚はピエロ、1枚は死刑囚。それぞれのカードの役割に従い、君たちは自身が生き残れるかどうか、その運命を試すのだ。説明は一度しかしない。少しでも生き延びる可能性を高めたくば、聞き漏らさぬように従え。まず断罪者を引いた者2人。犯罪者には2つの役割がある。1つは死刑囚に対し有罪か無罪かを宣告することだ。有罪と宣告した場合、死刑囚の席に拷問用レバーが現れる。無罪と宣告した場合は、死刑囚とピエロはその役割を直ちに交代する。有罪と無罪の宣告はいつでも何度でも行うことができる。仮にすでに有罪を下していたとしても、無罪を宣告し直すこともできるというわけだ。ただしこの権利は有罪か無罪を最初に宣告した断罪者にしか与えられない。つまり一人の断罪者が何らかの宣告を行ったなら、もう一人の断罪者は宣告の権利を失うわけだ。代わりに宣告の権利を失った断罪者の手でのみ現れた拷問用レバーを操作することができる。そのレバーを引き下げると死刑囚に瀕死の苦痛を味わわせる拷問機械を作動させることができる。そしてレバーを一番下まで引き下げると、死刑囚を除く3人の首輪の鍵が外れ、ここを出るエレベーターの扉が開かれる。これが3人の少女が生き残ることができる唯一の方法だ。要は2人の断罪者に君たち4人のうちの1人を見捨てる決断を迫る試練だ。そんな決断、誰がするかよ。決断しないことも、無論君たちに許される選択肢の一つだと。ただし決断を保留する時間は限られている。
その時間は5分間。短すぎる。5分経ったら全員が死ぬことになる。叫んじゃ。それではこれを5分間のタイマーを開始する。ちょっと待ってください。まだ説明が終わってないです。ヒエロのやることは、死刑囚のやることは。ヒエロに求められる役割はない。せいぜい自分が死刑囚にされぬよう、心象を損ねぬ努力をするのがよかろう。残酷。じゃあ死刑囚は。聞くまでもない。ピエロに自分の死刑囚を押し付けるために、断罪者に自分を助けてピエロを殺せと訴えるしかない。つまりピエロと死刑囚は生き残るために相手を殺せと罵り合わなければならない。ミナのカード気持ち悪い。足早い。絶対
第二、体育の時より早いぞ。みなちゃん、最近は授業中でもずっとくーちゃんのことで頭がいっぱいだもんね。くーちゃん、今日はね、タコさんウインナー持ってきたんだよ。あとね、他にもくーちゃんの好物があるかなと思っていろいろと残してきたの。くーちゃんダイエット恐るべし。すごいよね、くーちゃんのためならお弁当を半分も残せるなんて。でもよ、人間の食べ物って猫にはあまり良くないって話だぞ。分かってるよ、ミナもネットでいろいろ調べたもん。だからね、ミナのお弁当の分けっこは今日でおしまいなんだよ。明日ミナはお小遣いの日だから。だから明日からはちゃんとクーちゃん専用の美味しい猫ちゃんフードを買ってあげるの。誰かの家で飼ってあげられればいいのに。みんなの家にもそれぞれの都合があるもん、仕方ないよ。いや、むしろこの方がみんなの友達って感じがして私は好きだぞ。うん、くーちゃんは私たち仲良し4人組みんなの友達なもんね。なるほど、誰かの家に飼われたらみんなのお友達ではなくなってしまうな。くーちゃん、くーちゃん、今日は何して遊ぶ？何して遊ぶ？ミナは、そうだな。じゃあ、猫ごっこ、猫家族ごっこ。みんなでね、子猫になって、くーちゃんと家族になるの。あ、くーちゃんもそれがいい？それでは、君たちの運命を試す試練を始めよう。時間は5分。ためらっている暇はないぞ。生き残るために、存分に本当の自分をさらけ出したまえ。これ冗談とかじゃない。ふざけんじゃねえ。ふざけんなよ。その部屋のすべてのものは耐熱性と断熱性に優れた特別な金属でできている。それは、君たちを拘束する首輪や鎖、少年の檻、その部屋からの出口であるエレベーターについてもだ。熱で火傷をすることはないだろうが、熱で歪みなどが生じることは期待しない方がいい。私からは以上。存分に君たちの本当の自分をさらけ出したまえ。みんな、大丈夫か？大丈夫じゃないよ！死刑囚なんてやだやだ！これ外してよ！外せるなら外してあげたいけど、これ素手じゃどうにもならない。無理だ。何もかも。諦めるにはまだ早いだろう。私たちに思いつく限りのどんな便利な道具が見つかったとしても、
ほんの数分でできることなんて何もないんだよ。それは多分そうだけれど。できることがないなんてカリンちゃんらしくないよ。カリンちゃんはいつだってスーパーヒーローでしょ。諦めないでよ、見捨てないでよ。私はさ、これがデスゲームだと宣告された時、諦めというよりは覚悟のようなものを感じてた。覚悟とはどういう意味だ。このデスゲームを受け入れざるを得ない、正面から受け止めなくてはならないっていう覚悟だよ。意味が分かんないよ。受け入れるってどういう意味。そのまま言葉通りの意味だね。これだけの王子掛けの密室、そしてわずかな残り時間、どう考えても犯人の望まない何かが見つかるとは思えない。それでどうしろと言うんだ。まさか死刑囚を、ミナを見殺しにしろというのか。カリンちゃん、嘘だよね。誤解しないでほしいんだ。私は犯人がデスゲームと言い出した時にはもう覚悟を決めてた。だから自分のカードが何かなんて考える前にもう覚悟を決めていた。嘘だよ。カードは先に配られてみんな先に見たよ。カリンの決めた覚悟というのはどういうもの。死刑囚が仮に自分であっても誰であっても、それを受け入れようって覚悟だよ。意味わかんない、意味わかんない。それどういうことなの。ミナは死んでもいいってそう言ってるの。そうなの、カリンちゃん。言葉をごまかしてる時間もないから、はっきり言うさ。そういうことだ、ミナ。聞いてくれ、ミナを見捨てたってことじゃない、死刑囚を見捨てざるを得ないってことなんだ。死刑囚がミナじゃなくて、風花であってもドレビであっても、あるいは私自身であったとしても、死刑囚を受け入れる、その覚悟でいたんだ。本気で言っているのか。本気だ。仮にこの部屋のデスゲームを生き残ったとしても、次の部屋でもまた別のデスゲームが待っている可能性もある。その時に今度は私が犠牲を引き受けることでみんなが助かるような役割となったなら、私は躊躇なくそれを引き受けて受け入れるよ。その代わり他の人も同じように受け入れろってことだね。私たちの運命を決めたこのカードはランダムに手渡された。あの檻の中の子は本当に無造作に配ったよ。誰が死刑囚になるかは完全な運だった。ちゃんの泣きたくなる気持ちは私も痛いほどわかる。でもミナちゃんに死刑囚を受け入れてもらう以外に最善の方法がないのも事実なんだよ。ミナ、気の毒とは思うが受け入れてくれ。気持ちはわかるさ。
納得してほしいんだよ。私たちはね、ただ生き残りたいだけならミナちゃんの意思なんか無視することだってできはする。だからミナにもどうか受け入れてほしいんだ。時間はわずかだけど、それを受け入れるためのミナの気持ちを整理する時間に使ってほしい。やだ！聞き分けて、それが最善の方法なの。やだよ、やだ！お願いだからミナ。怖い気持ちはわかるよ。誰だって死にたくなんかない。でもね、これは運命なんだよ。従うしかない。ミナちゃんの勇気がみんなを救えるんだよ。ミナちゃんのほんの少しの勇気で。そうだよ、勇気だ。頑張ってくれよミナ。頑張って、どうか受け入れて。頑張れミナ。頑張れ、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 頑張れ。